令和の虎、その思いを金に変えろ。なんかすごい気になるのが、その餃子ももちろんこのビジネスもそうなんですけど、はい、なんか多分、まあウイグルの方なんですよね、はい、で私本当初めてお会いしたんですけど、はい、ウイグルの方と何かこうやっぱり理由があって、まあ、日本に来られて、まあ、もちろん興味があったからだとは思うんですけど、はい、今後そのご自身がこうどうなっていきたいかだとか、はい、そのちょっと先々のことが聞きたいなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。私のお母さんも新疆ウイグル自治区 のアナウンサーとして50年ぐらい働いたんですけれども、私が小学生の時日本の有名なアニメ一休さんというアニメがあって、その一休さんのウイグル語の声優をやりましたので、子供の頃から日本という国の興味があってそうなんですか。将来必ず一休さんウイグルで映ってたんですか。そうへ、必ず日本に行きたいと思ったんです。大人気なんです、はい、知ってたの。あ、知ってますよ。本当ですか。ウイグルではサンキューって言葉がね。あ、そうですね、はい、へへ、なので今回 のブランドもサンキューにしてます。確かにかかってますね。そのぐらいも知らないの。知らないっす。煽られてる煽られてる煽られてる。ここですか。 20歳で1回休憩、40歳で2回目の休憩、そういうことです。で60歳で休憩、そういうことなんです。へえ、これで3級なんです。なるほど、はい、これ概要補足見ただけじゃなくて。いや違いますちょっと怪しい感じがしてます。いや、この授業を2人でやっておりますので、まあ、そうですね。あ、そうなんですか。嘘です。ああ日本語も嘘も上手いんですね。そう、まだまだ勉強しております。ありがとうございます。でも落ち着いてください。このプロフィールの方をよく見てください。6カ国語を喋って、え、彼はすごい。ありがとうございます。中国語から英語、ウズベク語、カザフ語と、めちゃくちゃ頭いいですよね。なおかつこのテレビ局のやったりラジオ番組やられたり、その一休さんの声優をお母さんでしたっけ。そうです。ですよね。ってことは出した虎の人はウイグルで有名になれるかもしれない。なるほど、はい、そういうプロデュースもあります。ありがとうございます。じゃあディリさんはこの事業が別にうまくいかなくても食うには困らないし、はい、収入は十分にあるということですか。あ、そうですね。おお、では絶対に帰ってくると。あ、そうですね、それはもちろん自信がございます。プラン何でしたっけ餃子融資。あ、違います、あれ融資ですね。融資、はい、ちょっとさっき途中までだったんで聞きたいんですけど、すみません EQ さんで全部流れちゃったんですけどどこか行っちゃいましたそうですね。で、その日本の興味があったので、ずっと将来的に本当に日本に一度留学に行きますという志があって、2016年ビジネス教育スクールに入って1ヶ月半ぐらい研修したんですけれども、その時日本に見学に来るチャンスがあって、25人の起業者と一緒に日本に見学に来て、トヨタ、キヨセラ、アサヒなどなど企業を見学して、その時日本の企業のシステムの魅力的が本当にすごく興味があって、あ、将来的にこういう日本でもウイグルのこういうシステムがある企業を立ち上げたいという志もございましたので、そのきっかけでプロデューサーとその企業企画の専門の知識を学びたいために日本に参りました。なるほど。で、今後なんか目指してる姿っていうのは。そうですね、まずは自分 の音楽の活動で自分の民族の文化を国際的に紹介したい。そしてそういうシステムがあるそういう企業を立ち上げて、日本の飲食を海外のムスリム国の方々に紹介したいと思っております。なんかルナシーって載ってますしね。あ、そうですね、杉蔵さんという方のおかげでもう4年ですね、一緒にいろいろ活動をやっております。うーん、数字的なことでこれ株式会社ディアローグホールディングス代表井口智明。令和の虎で完全ゴール長野木曽駒冷水公園を DIY 開発中。建設行政美容業界と異色の経歴、多分野での資格取得を武器多事業展開、800人の正社員を兼任する。この男まさに奇才。遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導く。数字的なことでこれそもそも何個入りのやつをいくらで売られるんですか。店舗の方で、はい、店の方で、はい、5個を650円で。冷凍だとこれ冷凍で販売するときはいくつを。それは12個を、はい、800、900ぐらいを考えております。800円から900円できれば安くして皆さん、はい、
一緒に食べられるようにしたいです。あ、はい、で原価率的には 10% とか 20% くらいなんですか？そうですね、あの製造したら、はい、専門的に工場製造したら 10% ぐらいになるんですけれども、それはあの 10% 以上に計算して人件費とか、はい、あと水電費とかそれも全部含めて計算しました。あ、分かりました、はい、でこの収支をちょっと見させていただいてるんですけど、はい、まあ、年間、最初の年で530万くらい売り上げたいっていうことですね、はい、でこれ単位 円でよろしいんですよね、530万円 です。これ人件費のところ毎月3000円とか4000円とか書いてあるんですけど、これどういう3000円の人件費ってどういうことですか？そうですね、3階の方で店で正社員として、自分ももう一人の正社員としてやりますので、はい、その時間があるとき1日何時間をかかって3階工場の方に行って、はい、そちらで製造しますので、1回の製造の時間で2時間で3000個ぐらい、あ、そんなに作れるの？そうですね。そうなんですか？そうです、はあ、だから人件費がものすごい安くて済むっていうことなんですね。そういうことでございます。へえ。でこれ3年目で2600万売り上げ上がって、はい、かなり利益が出るようなイメージになってるじゃないですか。です、ね、じゃあそれもその人件費で1日そんなに作れたら全然可能っていうことですよね。そうです。ああ、分かりました、分かりました。これは餃子だけの計算なんですけれども、はい、餃子以外にハラールのチャーシューとか、はい、あとスモークの肉とか、はい、それも準備しておりますので、ははは、利益はだんだん上がると思います。わかりました、はい、でさっきその原価でちょっと気になるのは、その特殊な加工した鶏肉というのは、加工かちょっとわかんないですけど、特殊な鶏肉というのはどこで手に入るんですか？はい、あ、それは業者がありますので。あ、業者あるんですか？はい、あ、それ日本の業者があって、そこ で普通の鶏肉とそこまで変わらない価格で手に入るっていうことなんですか？そうです。あ、まあ、鶏だし原価率安いですよね。そうですね。神戸の方で、はい、ハラールの盗撮所がありますので。あ、そうなんですか？へ、あ、そうなんですか？そうです。へ、あ、そこから仕入れられるんですね。そうです。はあ。そちらの業者は日本の三田牛、あと和牛、国産牛、そういう鶏肉すべてを盗撮して、サウダラビアとかトルコとかイスラム教に輸出しております。あ、なるほど。それでなんか計画的に最初に輸出したいというような計画だったんで、なんかイメージ的に例えばインドとかに輸出するよりもインドで作った方が圧倒的に安くできるなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、そういうたくさんの加工できる肉屋さんが日本にあるから日本で作って輸出したいというようなイメージなんですね。そうですね。あ、なかなか面白いですね、はい、ビジネス的には。 あんまりそういうことを他にやられる人いないですもんね。そうです ね。あ、なるほど、分かりました、ありがとうございます。鶏肉もそうだし餃子にもアマゾンにハラル餃子がないんですよ。あ、そうなんですか。ずっと見てたんですけど、楽天もね、アマゾンもない。ありがとうございます。素晴らしいです。素晴らしいですね。本当にすごい発見ですよ、これは。ディディさんしかできないような仕事かもしれないですね。ありがとうございます。味もあれですね、豚肉だと冷めると油がちょっと残っちゃって美味しくなかったんですけど、さっき冷めてても鶏肉だったから美味しかったですよね。ありがとうございます。冷めても美味しい餃子みたいな感じでもよろしいですよね。ありがとうございます。なかなか素敵だと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ディディさんはいろいろやってるじゃないですか。レンジャージム会長田中裕二、キックボクシング3団体の元王者、東京を中心にジムを経営、不動産飲食業界への参入、ネイルサロン経営の後バイアウト、ヒップホップアーティストメジャーデビューの実績も持ち合わせる、ビジネス界でも勝ちにこだわる王者の参戦、いかなる打撃を繰り出すのか。ディリスさんはいろいろやってるじゃないですか。そうです。音楽とかいろんなこと、はい、でこの餃子のこの事業に対するプライオリティはどんな感じですか？もう全力で今優先順位、今ご自身がやられている事業の中で今こう全力注げるのか。そうですね、今後そういう自分の飲食の事業を優先で、それを発展し、うんうん、一番最優先で飲食事業を、それを最優先でやりたいと思っておりますので、うん、そういう国際文化交流も時々定期的に、うん、そうですね、自分の事業と一体化してやっていきたいと思っております、うん、で今これはここに全力投球できると。ありがとうございます。いや、 ありがとうございますではなくてこれを最優先でできるってことですね。飲食事業、はい、うん、お店はいつオープンなんですか？今リフォーム中なので9月末ぐらいです。もうすぐですね。はい、なるほど。まあ箱があるから、そういう音楽のイベントとかもそこでやろうかなみたいな感じですよね。そうです、はい。本当のとこ言っちゃえばいいじゃん。例えばプライオリティの
え、なになに知名度もある。あー、そうですね。そうですよ、本当のとこ言ってくださいよ。なんかさっきからアイコンタクトすごいんだよな。トラたちともう会ったので、はい、この番組に出演したので、はい、もう上げちゃったんですね。そうですか、自然的に知名度上がっちゃった。上がっちゃったんだ。はいはい、可愛いんだよな、リリーさん。ありがとうございます。これ法人ですか個人ですか。法人です。あ、法人。法人です。株式会社ですか。合同会社。合同会社。あ、はい、合同会社ですね。で、その経営者であるということですね。わかりました。これ最後にこの融資の部分ですけど、うん、意外と750万プラスで返ってくるっていう。そうですね。500万プラス750万ですよね、これ。実はイスラム教でそういう貸し金とかは全然ダメだ、ダメなんですね。え、そうです。なぜ。それはイスラム教のルールです。じゃあ倍返しみたいな感じをしなきゃ。そうです。いい国。いい国じゃん。国じゃなくて宗教です。宗教。いい宗教。ごめんなさい、僕じゃあ、はい、どうしよう。200万。ありがとうございます。桑田さんから200万円が出ました。ありがとうございます。いい宗教だな。襲い来る虎たちの牙を受け止め、的確に言葉を返す志願者。迎える最終局面、虎たちが導き出す答えは、オールオアナッシングの審判が下される。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、返さなくてはもう絶対いけないような感じなんですか。そうですね。それは利子ダメって書いてある。天国に入らないというイメージです。自分の命に誓って、もうそういう絶対返すと。そうです。それを約束は約束ということですね。絶対いい人だわ。絶対いい人だわ。で、感謝金なんですね。感謝金なんですね。私も感謝金、なんで感謝金なんだろうと思ったら、そうなんですね。ありがとうございます。この日本に来てからずっといろいろ困ったことが多くて、人生の意味を理解できました。それが感謝しかないです。なのでこの事業 の、ま、ブランドもサンキューという形で感謝したいという気持ちです。なので絶対いい人だ。今後も絶対いい人だ。どんなことでも感謝しか思わないです。ありがとうございます。それでは時間が来ましたので、ディリさん、最後に一言お願いします。ラストステートメントです。はい、こういう成功した方々とこういう素晴らしい機会でお会いできて本当に嬉しかったです。大切な時間をいただき本当にありがとうございました。以上です。はい、それでは壁側をお向きください。はい、でお座りください。あ、はい、はい、ファイナルジャッジメントタイムです。それではお直りください。はい、それではただいまより最終決断に入ります。1枠目の稲葉さん。はい、すみません、僕はナッシングでお願いします。ありがとうございます。すごい人柄もいいですし、事業もすごく魅力的だったんですけど、僕が結構お金出す理由っていうのが、はい、結構自分がどれだけ協力できるかっていうところと、自分がどれだけワクワクするかみたいなところで、まあ、非常に今回硬くて、はい、まあ、展開のイメージはできたんですけど、はい、ここにちょっと僕がどんな力がお貸しできるかなっていうところがちょっとイメージできなくて、今回なしにさせていただきます。宣伝の方でインスタグラムの知識が足りないので、その時してくれてるんですね。お願いします。甘え上手。甘え上手。甘えん坊さんなんです。甘えん坊さん日本語上手ですよね。本当に日本語上手。それでは続きまして、ゆうじさん。はい、なんかそのだな、マーケットがちょっと小さいなと思ったんですけど、はいはい、でもまあディリさんの人柄となんか受けた恩を忘れないってとこで100万円だけ出させてもらいます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ゆうじさんから100万円が出ました。続いてセナさん。はい、私も100万円です。ありがとうございました。にっこりマークで心より感謝いたします。なんか本当すごい、なんか
ここで縁が切れたら嫌だなってなんか純粋に思っちゃいました。すごいいい人なんだろうなっていうのがすごく伝わってきたのと、すごく苦労されて本当に努力されて日本で今事業されてるんだろうなっていうその努力だとかもなんかお話人柄で伝わってきたので、なんかにっこりマークつけたくなっちゃってつけちゃいました。ありがとうございました。にっこり100万でお願いします。ありがとうございます。瀬名社長から100万円が出ました。現在400万円です。残りあと100万円で500万円達成します。続いて井口社長お願いします。はい、200万円です。ありがとうございました。はい、ですね、おうちでお肉でお貸してください。ありがとうございます。なるほどね。この時点で、井口さんから200万円が出ましたので、希望金額の500万円をもう達成しました。完全オールとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。で続きまして、最後に桑田社長お願いします。いや僕あの人生初の語学でちょっとなんか視野が狭くなってやりづれえなと思ったんですけどやっぱりね、ここはねドカッと、おお、500万、全部ありがとうございました。俺が売るよイスラムのジャパネット桑田として。日野さんありがとうございました。ちょっとまあ冗談はさておき、はい、本当ですね、まあ、お話ししててものすごい頭の切れる方だなと思いました。ありがとうございました。だし、まあ、15.7 億人のイスラム教徒の方々に向けて、はい、本当にこの餃子発展するんじゃないかなと思います、はい、それぐらいのポテンシャルを持たれてるディリさんにもうこれは全ベッドですね。ありがとうございます。って思ったんで頑張りましょう。頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。感謝の政権好き。ありがとうございます。新しい。それでは、額は超えてるんでエクシードになります。田中さんより100万円、瀬名社長より100万円で、井口さんから200万円で、桑田さんから500万円という形になりますので、ディリさんの方で希望の500万円をどのように受け取るかというところを選択いただけます。どうなさいますか。そうですね、100万ずつにして、そうですね、100万円ずつだと僕の200万円はもう確定なんですよ。ありがとうございます。ルールで、ありがとうございます。ですからその200万円以外をとなると100万円ずつをいただくとちょうど均等というような、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは、田中さんから、ゆうじさんから100万円、瀬名社長から100万円、井口さんから100万円で、桑田さんから最初の通りの200万円ということで、はい、完全オールという形になります。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。久々いい人見たな。頑張りましょう。頑張ります、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございました。にっこりです。ありがとうございます。ぜひ一緒に事業させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。先に全部出しときゃよかったかな。ありがとうございました。もうこの人たち、ありがとうございます。頑張りましょう。じゃあそれでは最後にディリさん一言感想をお願いいたします。そうですね、本当に皆さんとこういう素晴らしい時間を一瞬になってそういうチャンスがあったのが本当に、一つが神様に感謝いたします。二つ目がこの番組を作ってくれた皆さんに感謝いたします。最後に私のこういう知識不足な私に力を貸してくれた寅さんの皆様に感謝いたします。ありがとうございました。それではおめでとうございました。ありがとうございます。ばあさん、ばあさん、ちょっと僕最後に一言だけ喋っていいですか。はい、いや急なんて関係ないですけど、ね、僕450人ぐらい志願者の方を見てきたんですけど、ここに座られて開口一番まずはプランを説明する前にっていうことで番組を作った我々とか虎の方々にお礼を言った方って本当に初めてなんですよね。確かに。ありがとうございます。意外とすごいなと思って、これを最初に言うことが、でそのまま聞いてたら本当にお人柄本当に素敵で、最後もまた同じことを言われて、こんな素敵な志願者最高ですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ムスリムの人々が食べられるハラル餃子を作りたい。練り上げられた事業計画とキャラクターを武器に戦い抜き、見事完全オールで終幕。虎たちへ感謝の言葉を述べるその姿、ビジネスと向き合う信念の強さが
トラたちの心と共鳴した。ハラル餃子が切り開く新しい未来の行方は、続報を待て。仲間とつながれる、トラとつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和のトラファンクラブ入会はこちらから。